アークライト新作紹介。私アークライト営業部の鈴木と申します。本日は、ここ東京上野のボードゲームカフェ、コロコロ堂さんに、お邪魔しております。本日代表の岩井さんと一緒にお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。上野にあるボードゲームカフェコロコロ堂というところの代表の岩井です。まあ、店内に700種類ぐらいボードゲームあるんですけど、まあ、どんなお客さんが来ても喜んでもらえるように、まあ、全部のゲームのルールを覚えるようなあの意気込みでやっております。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速商品の方、説明に入ってまいります。今月の商品はこちら。はい、はい。アーカムノーアル次元墓3、ダイナソーアイランド、フォート、この3つですね。それでは説明の方入ってまいりたいと思います。工藤と申します。アーカムノーワールドのシリーズの担当をやっております。今回はこのゲームの紹介をしにここに参りました。アーカムノーワールドというのはこれ次元墓3なので、次元墓1、2という商品が出ておりますけれど、すべて一人用ゲームなんですね。ノーワール、アーカムでノーワールなので、要するにあのクトゥルー神話の世界を舞台としたノワールなん、探偵ものなんですね。はい、殺人事件をラブクラフト君と一緒に、探偵しようという、ソロプレイゲームなんです。事件簿1と2というのは、例えばですね、殺人事件が起こって、それの解決だけを行ってたんです。はいはい、ところが3になるとですね、今度は物を探すとか、そういう殺人以外の事件も、手掛けなきゃいけないという形なんですね。とかによりもちょっと難しくなってるっていうふうに考えているんですか？そうですね、いろいろ要素が含まれて難しくなっている。あと例えばその事件、1と2というのはですね、事件をいくつか解決すればゲームが終了なんですが、3に関してはですね、モードがいくつかありましてですね、ハードボイドモードというのがあるんです。それになるとですね、事件を順番に解決していかなければいけない。でただでさえ難しい3のさらに上位モードがある。キャンペーン的な、モードがあるんですね。それであのもっと物語世界に引き込まれることができるという。なるほどなるほど。そういうようなシステムになっているので、これはある意味第2版と言っていいでしょう。ああ、そういうことですね。はい、はい、というわけでここに広げていただきましたけども、準備ありがとうございます。じゃあ、ざっくりとこのゲームに関して説明します。はい、ここにあるのがですね、解決しなきゃいけない事件なんですよ。これの横に手がかりをつなげていって事件を解決するのを目的としています。はい、で、事件を解決するためには手札がここに3枚あります。これ今裏にしてますけど、実際手札なので自分で見てますけどね。はい、で手札というのはですね、まあすぐにプレイできるものじゃないです。まあこのゲームはですね、常にここにあるカードのトップを1枚取るんです。手番の最初に必ずこれを1枚取ります。でそのカードをプレイするか捨てるかを行うわけですね。もしくは手札に入れるか。で手札の上限はここにある3枚なんですね。なのでもし手札に入れる場合には1枚捨てなきゃいけないんです。はいはいはい、でこれを捨てて何かすることもできます。捨てて手札をプレイすることもできます。なるほど。ということなんです。常にこのカードが基準になるんですよ、このゲームでは。ここから先のカードは見えてるだけで、そう、だから要するに、そう、次以降これスライドしてきますので、先読みができるために置いてあるんです、ね、なるほどなるほど。はい、でこのカードを例えば取ってすぐプレイする場合、どうプレイするか、基本的にはこの事件を解決するためにプレイするんですが、ここに事件のところにこれアイコンありますよね。リンクするわけです。おお、同じ記号です。なるほど。こうやってリンクしていくわけですね。そしてここの上にある、このシンボルがありますね。これが5種類以上揃った事件が解決する。ああ、そういうことになるんですね。ことになります。なるほど。はい、そうやって解決した事件は、こういうふうに終了した事件に置かれてしまう。はいはいはい。いう形で、やっていきます。最初に言いましたけど、ストーリー要素に関してはですね、まずここに、まあ、事件の内容というか、事件に関係する話があるんですね。で、ここがですね、この事件カードが解決されたら何が起こるかということが書かれてるんですね。はい、でこのアイコンがこれはですね、この事件が解決されたら次の事件が発生するっていう、なるほど、ということで実は物語がリンクしていく形になるわけです。はいはいはい、はい、で先ほど言ったハードボイドモードっていうのはこのカードを使うんですが、じゃあこのハードボイドモードの時に使うカードがこれなんですけれど、これがですねさらに物語性を深めるためのカードなんですね。
でこのカードは実際はこの順番に全部解決しなきゃいけないんですけれど、うんうんうん、ここにあるこれが必要なんですね、これを解決するためには、うんうん、でこれはどういうふうにして、そうです、どういうふうにして手に入るかというと、こうこうこう、この事件この事件を解決してこういうことをすると手に入るカードなんです、うん、でストーリー性とずっと言ってますが、実はですね解決すると裏にストーリー書いてあるんです。おお、本当だ。そう、あんま見ない方がいい。そう、もちろんテキストが細かいので多分見ても分かんないんですが、こうして解決するとですね、うん、最後に一つの物語になっているんですね。おお、はい、僕じゃあちょっと勘違いしたかもしれないんですけど、はい、例えばこの絵を見て、はい、ここにこういう手がかりがあるからみたいな感じでヒントを探し出すというよりかは、そういうゲームじゃなかったんですね。ではないということなんですね、はい、もっとそのシステマチックなゲームになってますね。ああ、そうなんですね、はい、じゃあ、あくまでフレーバーとしてここら辺の絵が、そうですね、まあ、それっぽく描かれている。ただ、当然事件に関わるテキストになったわけですよ、うん、なるほどなるほど、はいはい、じゃあゲームだけじゃなくてこういう文章を読んでいくのも、そうですね、ラブクラフトの原作の中に出てくる、うんうん、場所であったり人物であったりするので、うん、そのあたりを知ってるとさらに面白くなる。なるほどなるほど。で、まあ、今すごく簡単に説明してしまいましたが、実はこれをプレイするとですね、うん、この下の効果が出てくるわけなんですね、うんうん、これが相当いろんなことが起きてですね、波乱万丈になってしまうわけなんですよ、うん、なるほど。あと例えば捨てるで捨ててなんかすると言いましたよね、うんうん、で捨てた時に発生する効果とかもあるわけですよ。で例えば捨てた時にですね、要するにこの手がかりを捨てたことによって時間を無駄に潰してしまったということが発生する場合があるわけなんですよ、はいはい、であまりにも時間を潰してしまうと悪いことが起こる。とか例えばここに、このシンボルでですね、正気度チェックが発生する場合があるんですね、はい、で正気度チェックはこれをめくるんですが、うん、これもこの辺りのシンボルを判定します、うんうんうん、でそしてちょっと狂気に落ちるとまた狂気エリアのところにこう置かれちゃうわけですね、うんうんうん、でこれが溜まると脅威が発生する。なるほど。ようなことがあって、いろいろ簡単にはいかないですこのゲーム、うんうん、先ほど冒頭で3の方がちょっと1とか2とかよりも難しいみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、はい、そうです。それがなくても3の方が難しい、はい、あと脅威カードも確かこれも初めて、ね、それも3から。あ、そうなんですね、はい、そうですね、はい、じゃあもっとこれをシンプルにした形が1とか2とか。そうです、まず最初に触れるなら1というのはありだと思うんですね。うん、なるほど。でそれでちょっとはもう少し複雑でストーリー性が濃いやつをやりたい場合には3をやってみるということもあると思います。じゃあもし1とか2とかやって、まあ、ちょっと物足りないなこのゲームと思った方でも、まあ、この3とかだったら十分に面白いと思える可能性がある、ね、はい、そして3から始めてもまあクラシックモードというのがあるので別に1と同じ形でプレイができます、うんうんうん、なるほど、はい、3から始めても全然楽しめるということでいいですか。そうです、大丈夫です、はい、わかりました。説明したのはアーカム・ノワール事件簿3でした。価格は2200円、発売日は2021年11月11日。よろしくお願いします。1111よろしくお願いします。今回、説明するのはこのダイナソーアイランド。なんと第2版なんです。来ましたね。はい、第1版じゃないんですよ。はい。なぜ第2版かというとですね、実はコマが増えてるんです。はい。これ恐竜のコマ、当然ダイナソーアイランドなので。恐竜をたくさん作るゲームなんですね、はい、なので、初期のこれ第1版初版の方はですね恐竜のコマが1種類だったんです、うんうん、なので第2版になってですね恐竜のコマ3種類増えました、うんうんうん、そして3種類になったのでコマの数が全体に増えてるんですね、うんうん、より豪華に、はい、そう、より豪華になった。なのでより豪華になった第2版というふうに覚えてください、はい、展開した、ダイナソーアイランド、はい、大変でしたね。広いですね、はい、もうこれ見ただけでもうちょっとうんざりする人もいるかもしれませんが、はい、まあ、それだけ内容のあるゲームだと思ってください、うんうん、でも実はですねこんなに大変そうに見えるけど実は簡単なんです、うんうんうん、なぜかというとですねこれ全てボード見ていただければ分かりますがフェーズが書いてあるんですね、うんうん、これボードごとにプレイの順番があるんです。ここにこれがフェーズ1なのでまずこのボードを皆さんでプレイする、うんうん、で次にフェーズ2はこのボードを皆さんでプレイする、でフェーズ3はこれ、そしてフェーズ4はこれです、うんうん、こういうふうに分かりやすく書いてるといいですよね。進みやすいですね、そうですね、初めての方で順番にやればいいので、うん、だけど実はこのゲームはですね結構簡単ではないですもう最初からですね好き勝手やってるとですねあっという間に破産するし、恐竜は出てきて人が食われるしビクトリーはどんどん減っていくし、ちゃんと先々を考えながら回していかなきゃいけない。じゃあちょっと最初に説明しますが、うん、まず最初にここで、このダイスをの効果を使ったり
自分の研究所の実験室の DNA を上げます。 DNA 要するに DNA というのはですね、これを使って恐竜を作るんですね。なのでこれを使うためにこのダイスを使おうとするわけですね、うん、それを使うのがここにある科学者トークンです。これを置いて、例えばこんな風に置いて、はい、そうするとこれが1回発生するというふうに思うんですね、うん、そうすると実はこれが1個、うんうん、あ、なるほど。この各マスにダイスが対応しているという感じですね。そうですね、はい、そうやってここで DNA を増やす、もしくはもういきなりこの恐竜こいつを研究対象にしようかなというふうに取ることができるわけですね、うん、はい、それはここに数字があるので、これをポンと置けば恐竜取れます、うん、はい、ところが見てもらえばいいですけど、トップ1枚しか取れません、うんうんうん、早もがちです、うん、はい、で恐竜を取ったら自分のパークに立てるわけですね、こうやってもうね、はい、ところが今これ恐竜いない空っぽなパークです、うん、はい、なので後で研究して DNA を使って恐竜を作りましょうという形。あ、なるほど。そのために置かなきゃ、とりあえず今フェーズ1の話ですが、ここで DNA を取ったり恐竜の作るベースを作ったり、うん、あとはそのここにある黒いものがありますね、これは実は DNA を作るといっても上限なんですよ、うん、上限を超えることできません、うん、なのでその上限を上げることができます。うん、そういうことをまずフェーズ1で行います、はい、で続いてフェーズ2です。フェーズ2はですね、はい、市場ボードですね、ここでいろんなものをお買い物します、うん、はい、お買い物できるのは、こういうスタンドとか、あとこういう専門家とか、うん、あとはあの自分のボードのこの実験室ボードの研究室をもう少し良くすることができるんです、うんうんうん、改良して今空きが2つあるので、うんうん、ここに、こういったものを建設することができます、うん、ちなみにあのここが全部埋まってもさらにあの新しいのを作ることができます、うん、その場合どっかを潰す、潰すという形になります。なるほど、はい、でこうやって、まずここはいろんなものをお買い物をすることができます、うん、さらにまあここであのまた DNA を買うこともできます、はい、でお買い物をしました、はい、そしてフェーズ3です。フェーズ3は自分の研究室ですね、うん、はい、で お買い物したり DNA この辺で増やしましたので、うんうん、これを使ってみんなでバーッといろんなことやりましょうっていうのを同時にやるフェーズです、うん、なるほど。 できるのはこのワーカーがいる数までしかできません、はい、でこのワーカーをこういったところに置いて、うん、そこの効果を使って、恐竜を作ったり、そうですね、お金をここでベンチャーキャピタルといって、ここに置いてお金を稼ぐこともできます、うん、基本的にこのゲームお金をたくさん稼げるのはここです。ベンチャーキャピタル、あ、そうなんですね。なぜかというとお客はそんなにお金を落とさないんですね、はい、妹も、はい、なのでお金が欲しいのはベンチャーキャピタルに人をつぎ込みましょう、うん、でもそうすると実は他に何もできなくなっちゃうんですけどね、うんうん、あまりね、そこはまあ考えながらやりましょう。いわゆるここがアクションスペースみたいな形になってるんですね。はい、そうです。そしていろんなことを起こしますね。なるほど、はい、でここにこのボードにですね、ちょっと楽しいあの警備レベルと脅威レベルというのがありますね。ありますね、はい、脅威レベルというのはですね、恐竜が増えるとですね脅威上がっていくんですね、うん、当然のことながら危ない遊園地だよ、はい、さらにですねこのフェーズ1で大事なところに皆さん、うん、あのアクションでいろんなものを取ろうとするしますよね、うん、残りがあるはずなんですよ。ありますね。残りがあった中で一番このダイスについている丸が多いダイス1個だけ取ります、うん、でそれをここに置いておくんですね、うんうん、これがですねプラスされます。おお、なるほど。つまりこれでもし3の、ものが、うん、残っていた場合にはプラス3になるので、うん、今脅威レベル1ですが脅威レベル4として考えちゃうんですね。そうするとですね、我々の今警備レベル1です、うん、差分3です。はい、3人、はい、3人食べられますそういうことですか。そうです。なるほど、はい、なのでこのフェーズ3で警備レベルを上げることもできます。うん、もちろんお金がかかるんですね、これもね。うんうんうん、つまり人にはお金がかかる。まだ客も来てないのに金がかかっちゃうんですよ。そっかなので考えないとこの段階で、ああ警備レベル上げられねえ、ああ恐竜に食われちゃう、そして恐竜に客が食われると勝利点下がります。ああ、勝利点だけで済むんですね。勝利点言っちゃえば、いや勝利点が下がると当然負けますからね。まあ、そうですね、はい、そういうことが起こるので、この辺の残ったダイスの脅威点と、うん、この自分の脅威レベルと、あと恐竜の数、例えばここで恐竜作れってさっき言いましたよね、こういうふうに置いて、うんうんうん、しました、
はい、で例えばこれがこういうふうに置いて実は今回恐竜作りましたと、はい、そうするとですね恐竜を作るとそこにあるこの点の分だけ脅威レベルが、うん、どんどん上がりますね。つまりこれでまず1上がるわけですね、はい、これで。でそうするとそこでこの3がプラスされるので今度は5になっちゃうんですね、うんうんうん、5になるまで、警備レベルを上げるためには 1,2,3,4,5,6,7,8 年かかっちゃうんですね。あ、そういうことな。ここに書かれてる、はい、お金の分だけ飛まずごとにかかってくる。そうなんですね。なるほど、はい、なので大変です。大変です。簡単に作っちゃいけません。あ、はい、準備をまず整えましょう、恐竜を作るためには。なるほど、はい、でここまでが準備なんですね、はい、でフェーズ3が終わったらフェーズ4はようやくパークに客が来ます、うん、はい、お客さん登場、はい、お客さんです。お客さんです。はい、でお客さんはこの袋から引くんですね。で引くのはですねここにある興奮レベルの数なんです。興奮レベルで興奮レベルというのは、うん、実はここに恐竜を作ると興奮レベルが上がります、うんうん、なのでもしこの恐竜を作っていたら、2上がるわけですね、うん、こういうふうに。これあのすでに恐竜1人、いや1人じゃない 1匹作ってるので、うん、我々は全員1なんですよ、うんうん、でもし新しく作ったらその分だけがあるのでここの作った場合には3になります。3人お客が来ます。うーん、これはお客さんが興奮してるってことなんですかね。そう、いやもう会場が興奮のネタになるというふうに思った方がいいかもしれないですね。つまり行きたくなるようなあれなんです。そしてここからそうすると3人引くわけなんですが、うんうん、ポンポンとポンと、うん、はい。ところがこれお客さんっていうのはですねこういう変な色のやつもあります。いますね、はい、こいつはねダメな客です。お、はい、聞きたくないやつ、はい、ダメな客はですねお金も払わないしね何もいいことは起こらないんですよ。本当にダメじゃないですか。そう、しかもこれ最優先で来るんですね。人をかき分けてですね、これトップ、俺トップとかやってくるんですよ。そして金も払わないで。だこういうやついらないんですよ、ね、うんうん、で、こういうやつを、落とすような、カードとかいろんな効果のやつがありますので、こういうのは取っとくと少し楽になります。うんうん、はい、で、まあ普通のお客さんだったらですね、とりあえずその、皆さん入り口に入ります。うん、で、あとここのマスがあるんですね。うんうん、そこに配置して、配置できたら配置すると、うんうんうん、まず客が来た段階で皆さんお金払ってくれるんでこれ3円入ります。1人1円なんですね、はい、であと配置していくという形になります、うんうん、で配置できた分だけ生じ点も入るということですね、うんうん、でこれでようやく、まあ、若干のお金と生じ点が入るわけですね、はい、これで1ラウンド終了、うんうん、はい、これを繰り返していくようなゲームです、うん、でゲーム終了条件というのはですねここにですね、目標カードというのがあるんですね、うん、最初に3枚、ランダムに引く目標カードなんですが、うん、条件を満たされたらこういうふうに置いていくわけですね、うん、これを、ずっと行っていって誰も置いてないのが1枚だけになった場合にはそのラウンドが最終ラウンドになってゲーム終了ということになります、うん、説明したのは、ダイナソーアイランド第2版でした、価格は7920円。いやこれはすごい重いんですよ本当は。7920円安いと思いますよ。安いと思います。はい、はい、発売日は2021年11月27日になります、アーカムノワールの、より2週間くらい後かな、うん、になりますのでよろしくお願いします。お願いします。と担当が変わりましたが、はいはい、私マルタン・ジャンピルと言いまして、アークライトで働いてて、うん、でそのフォート担当をしていました。はい、初めて編集したゲームなんですけれども、あ、そうなんですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私がそもそも素晴らしい大好きなルートっていうね、素晴らしい同じ会社フォート同じ会社のレダーゲームズの大ファンで、うん、まあ、ぜひフォートやるなら私が使ってくださいって、はい、おー、いいですね、使ってくださいという提案して、まあ、それができることになりました。あ、素晴らしい、うん、まあ、素晴らしいゲームですので、まあ、今からちょっと広げて説明しますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。広げてみました。はい、ありがとうございます。ですごい、まあ、パッと見てどう思いますか。うん、まあ、シンプルですよね。なんか見る場所がまとまってるっていうような感じありますけど、色合いとかね、すごく素敵ですね。あ、めちゃくちゃわかります。なんかこのアイコンとかもね、いちいち可愛いですよね。あ、そうですね。で
まあ、どういうゲームというとちょっと紹介しましょうね、はい、今岩井さんに、うん、ちょっとカードを配ったんですね、はい、ボードが、まあ、ほぼほぼ一緒ですよね、うん、まあ、みんなやることが一緒ですけれども、うん、最初の設定だけは、うん、2つのその侵入カードが配れられてます。で私はまあその緑の方の、うん、まあ、その侵入カード星があるカードですね、うんうん、でそれを自分のデッキに必ずするべきですね。なるほど。で結構色のキャラクターは違います、うん、はい、でこれを、まあ、取って自分 の、 8枚、配ったのが8枚ですけど、はい、その8枚にシャッフルするんですね。これはバラバラで、うん、これは一緒ってことですね。そうです。はい、デック構築型ですので、うん、自分のデッキになります、うんうん。でまあ、今ちょっと適当にそのカード配ったんですけど、はい、ドラフトにもね、できます。でこ の、 デックから5枚を取ります、ね、まず。はい、本当に絵がいいですね、うん、何をするというと、このカードを、まあ、見て、うん、例えば、まあ、このカードをプレイしたいと思ってて、うん、2つ の、 欄に分かれてると思いますが、はい、共有アクションと、その下にあるのは個人アクションです、うん、この共有アクションを使いたいと思ったら、はい、スーツで使えます。あ、同じ色、同じ色と、まあ、同じシンボルね、ボル、まあ、まあそういうことになるんですけどね、うんうん、同じ色ですね、まあ、スーツとして見られています、うんうん、で、まあ、このもう私はなぜかもう3なんかめちゃくちゃ良さそう。3枚くらいのルールわかんないけど良さそう。3枚ぐらい の、 その同じ色のカードがあったので、はい、いっぺんに4枚出したってことでいいですか。そうです。はい、だからこのカードフォローして、うんうんうん、私がフォローして、まあ、全部出したということで、はい、その共有アクションが、うんうん、その1枚1枚のその数の今はのスコープになってるんですけど、はいはい、その数のスコープができます。なるほど。なので今回はこのピザトークンが1、2、3、4、5、5個取れますが、で自分のプレイヤーボードには持ち物というところがあって、はい、でそこ見れるのは4個しか置けない。うん、本当だ。うん、だそれはあかんで、うんうん、まあ、1つは取りましょう。やりすぎてたと1つ1つは取りましょう。なるほど。でその4個取ります、はい、のこの綺麗なプレイヤーボードに置いて、いいですよねこれ、はい、デッキ構築型ゲームっていうのは、うん、結構なんかさあまりインタラクションが少ないイメージが、うん、ありますあります、はい、ゲームではあるので、うん、でそのためにはフォートでは相手もその色のカード持ってたら今すぐフォローできます。面白そう、はい、じゃあ僕も黄色のこのシャベル、はい、スコップみたいなやつ持ってれば出せると。はい、はい、フォローする人、このゲームでは真似する人と言ってもいいんですけど、うんうん、真似する人は1枚だけ1枚だけ戻します、はい、できます。はい、でそれで、まあ、自分もこの共有アクションがを利用することになるから、こっちを見るんですね。自分もそうです。はい、1個もらいます。このピザをもらいます、うんうんうん、下にはその個人アクションですので、うんうん、私は両方のアクションができるんですけれども、うんうん、まあ、今はちょっとそれができない状態になっているので使っていません、うん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 、でも、まあ、本当は両方もできれば両方も利用できますし、あ、はいはい、で一つだけもできます。個人アクションだけもできます、うん、すごい細かい確認かもしれないですけど、はいはい、ジャンさんがこっちを選んだ時にも、うん、僕はこれを真似することができる。あ、できます、できます。もう一つちょっと面白いんですけど、自分のプレイヤーボードを見るとここに裏庭があります、はい、で手札に残ってるカードを、うんうん、私の手番の終わりに裏庭にしなきゃいけないです、うん、置かなきゃいけない、はい、全部そうしなきゃいけないんですけど、今残ってるのは侵入カードも残ってます。星がついてる、はい、最初の星は必ず自分の侵入なんで、あ、裏切らない、裏切らないということで自分の捨て場にします。わかりました。だから1枚だけは裏庭になってます、うんうん、で今回は私が遊んでくれなかった友達になるんですよ、うん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 、だから、まあ、この人は裏庭で一人で遊んでる、もしかすると、うん、その後のターンに、カードを選ぶときに、うん、ここからも選べるし、見えないかの1枚も選べるし、
それか裏庭に相手プレイヤーの裏庭からもらうことができます。ああ、じゃあ、あいつのとこ行っても遊んでくれないから、俺のとこ来て遊ばないかっていう勧誘を受けるかもしれない。はい、全くそういうことです。はい、面白いテーマですね。うん、まあ、その手番はそうなるんですけれども、あとはまあ目的としては何をする、うんうん、まあ、フォートですから、うん、一番あの点数が上がるのはフォートを作ることです。うんうん、で、あのこの下で見えるあの自分のプレイヤー版に見えるのはあのそのフォートのレベルね、はい、基地のレベル、はい、基地レベルです、うん、でこの基地レベルの5までね、うん、上がっていたら23点がもらえますので、めちゃくちゃ大きそう、大きいです、ね、はい、次基地のレベルの上げ方とか気になってます。基地を上げるために、まあ、こういうあの私 の, あの今捨てたあの侵入カードなんですが、うん、まあ、今あの共有アクションではまあフォートプラスというまあそのフラグがあってプラスがあるものがあると思うんですけど、それをあの普通に今みたいにプレイすればでフォローしてあのその上げられますね、1個上げられて、であのもちろんちょっと条件があの出しているのがこのヘクスね、六角形のものがトークンをあの2人用トークンをあの示してます。で今はあの2つの22のとかの私が選ぶんですね、何でもいいんだよね、うんうんうん、おもちゃかピザか、はい、でもどっちかにしなきゃいけないね、なるほど、混ぜられないと、うん、そう混ぜられません。それを払って、うん、まあ、銀行に戻してこれが上げます、うんうん、上げられます。であとまあ条件が増えてて、うんうん、まあ、ピザとおもちゃと2人のトークンとか、うんうん、まあ、どんどんそれが結構ゲームごとに違った展開になるっていうことですね。そうです、そういうことです。あ、いいですね、はい、プレイもしやすいし、うん、そうです、展開が、あ、そっかそっかそっか、結構早いので一気に4つ増えて減ってみたいな、うん、そういう点ではルートと全然違っても20分から40分のゲームになりますよ、ね、より遊びやすいですね、はい、遊びやすいです。そのソロプレイ感みたいなのが結構デッキ構築の、まあ、ちょっと僕の苦手な部分だったりするんですけど、うん、まあ、そのフォローしたりとか、まあ、そういう人からカードを奪ってきたり友達を奪ってきたりみたいなところが、うん、はい、なんかかなり珍しいというか。そうですね、フォートを紹介しました。はい、はい、で11月27日から、うん、販売してます。4400円という値段で、2人から4人用のゲームですね。で、特別に今回はゲームマーケットでの先行売りしてますので、うん、まあ、ぜひ20日と21日のあのゲームマーケットに来れる方はぜひお買い取ってください。よろしくお願いいたします。1週間ぐらい早く帰るですね。そうです、はい、そういう感じです。はい、というわけで3作、紹介してまいりました。どうでしたか？そうですね、3つとも、まあ、ちょっと私やったことないゲームばっかりだったんで、すごい新鮮な気持ちで聞いてたんですけど、まあ、3つもすごい面白そうだし、まあ、全部そのテーマの部分がすごいしっかりしてるなと思ってまして、まあ、クトゥルフだったり恐竜に人が食われたりだったり、あとお友達をなんか引き入れて基地を作るみたいな、まあ、そういうテーマがしっかりしたゲームってやってる途中ものめり込んで楽しみやすいと思うので、まあ、そういう意味では3つともすごい魅力的なゲームではあったんですけど、まあ、私個人的にはそうですね、まあ、やっぱりフォート、まあ、テーマもいいしコンポーネントもいいし、そしてその今までにそうなさそうなプレイ感みたいなところが、まあ、ちょっと感じられたので、まあまあ、この後すぐにでもやってみたいなと思わせるような魅力があるゲームだったなとは思いますね。ありがとうございます、はい、商品の説明の方は、概要欄の方にも、リンクを貼っておりますので、こちらもご参照ください。それでは、今月の新作紹介はこれで終了です。バイバイ、バイバーイ。